特別招待作品から鋼の錬金術師、監督の反文彦さんにお越しいただいています。今回はオープニング作品ということでいかがですか？ちょっとプレッシャーなのかワクワクなのか、そのあたり。そうですね、両方ですね。本当に光栄なことだと思います。オープニング作品に選んでいただいて本当に感謝しています。はい、この鋼の錬金術師、世界的にも国内だけではなく大人気で、私も実はイギリスでそのアニメを初めて見まして大ファンだったんですが、実写化するということでどのあたりにこだわりというか気をつけましたか？そうですね、やっぱり原作が素晴らしい物語なので、この物語を崩さないようにというか、この物語をうまく伝える映像になるように本当に細心の注意を払って映画化しました。そしてキャストを選ぶ時の思いですね、どのあたりで本田翼さんだったり山田涼介さんをキャスティングされましたか？よく漫画原作とかはこう見た目っていうことが重要視される傾向にあるとは思うんですけど、どちらかというと本当にキャラクターのこう内面とか、その与える印象みたいなところを重要視して、外見だけにこだわらず全体としてのそのイメージが合う役者さんを一生懸命探してキャスティングしました。ぜひこれは大勢の方にご覧いただきたいなと思います。特にアクションシーンも注目してほしいところですよね。そうですね、本当に鋼の錬金術師は、物語も素晴らしいですし、アクションも入っている、いろんなものが全部詰まっている映画になってますので、はい、ぜひ楽しんでいただきたいです。